こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は火流ドラマ1年換算の第1話から第10話のあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。火流ドラマ1年換算第1話のあらすじは以下の通りです。激動の時代を舞台にした壮大な物語が幕を開けました。1年換算の第1話は北蛮と中原の紛争、そして暗黒と五国の勢力争いが中心となり、複雑な人間関係と策略が絡み合う濃厚な展開です。前王朝の滅亡から100年、戦乱が絶えない中原の旧国では覇権をめぐる争いが続いています。その中でも暗黒の野心的な皇帝李潤は五国の均衡を狙い軍を率いて出陣しました。対する五国の皇帝ヤン信延も自ら軍を率い、天文館で両国の運命を左右する戦いが繰り広げられようとしています。一方、情報戦も熾烈を極めます。五国でその名を馳せる陸道道は暗黒の特殊部隊朱印影との駆け引きに巻き込まれます。孫周囲孫周囲の宴では反省士が踊り子連ルーイーに心奪われますが、この出来事自体が朱印影の策略でした。ルーイーは敵の内部に入り込む役割を果たすべく行動するも思わぬトラブルに巻き込まれます。そして彼女を助ける朱印影のレイロンとの間に生まれる絆が物語の新たな展開を予感させます。縁の場は緊迫した場面へと変わり、陸道道の道主長キーが乱入します。踊り子たちに疑いの目が向けられる中、ルーイーが驚異的な身のこなしで反撃に出ます。このシーンでは彼女の能力の高さと朱印影としての使命感が際立ちます。一方、レイロンのルーイーへの信頼と感謝の姿勢が今後の2人の関係性に重要な影響を与えることを示唆しています。前線では五国軍が天文館で敗北し、皇帝の安否が不明という危機的状況に陥ります。この知らせは五国全体に波紋を広げ、皇位継承問題も浮上します。小孫の動きや長期が密かに仕掛ける策略が物語を一層複雑にします。第1話では国同士の争いだけでなく、個々のキャラクターの思惑や感情が交錯し、緊張感のあるストーリーが展開されています。特にルーイーがレイロンの死を知り復讐を誓う場面は物語全体の暗雲を象徴する重要なシーンです。彼女の決意が物語をどう動かしていくのか、次回以降の展開に目が離せません。火流ドラマ1年換算第2話のあらすじは以下の通りです。第2話ではレン・ルーイーの毒傷と内力喪失から始まります。彼女は貴重な解毒薬万毒会を口にしますが、7日間内力を失うという重大な代償を払うことになります。その間彼女は作名簿に旧敵の名前を刻み、復讐への決意を固めます。一方でローチンちゃんは朱印影部分の連続死事件を追う中で大規模な捜索を開始します。危機を感じたレン・ルーイーはネー・ケロータクに身を隠し、冷たい棺桶の中で息を潜めます。その頃、長期の一行がネー・ケロータクに現れ、霊廟を守る元禄と衝突します。任由炎上は窮地に立たされた元禄を救うため登場し、その卓越した武術を披露しました。しかし、長期は天道隊員の静止情報を盾に任由炎上を脅迫します。葛藤の末、任由炎上は陸道道の掟に従い長期を打つ一方、朝廷への忠誠心を失い、この地を去る意向を固めます。また、任由炎上は棺桶に潜んでいたレン・ルーイーと対峙し、彼女の内力喪失や矛盾した言動から疑念を抱きます。それでも一時的に彼女を見逃し、彼女の粘り強さと元禄の頼みに応じて滞在を許可しました。その一方で、丹陽王がもたらす政情捕縛の知らせにより、朝廷内も波乱を迎えます。ヤン院公主の変装や栄養の行動がさらなる混乱を引き起こす中、それぞれの運命が交錯していきます。この回では、
登場人物の思惑や因縁が複雑に絡み合い、物語の新たな展開が示唆されました。暗流渦巻く青霧とで、レン・ルーイーとニーユエンジョーの運命がどう交差していくのか、今後の展開から目が離せません。下流ドラマ1年間山第3話のあらすじは以下の通りです。第3話では複雑に絡み合う人間模様と策略が鮮明になります。ヤンインは自らの意思でゲイ帝氏に任命されることを望み、後継を迎えるだけでなく三千職友を獲得し夫を選ぶ資格を得ることを目指します。皇后はヤンインをダオレイレイ王に封じ、その決断に丹陽王を含む終身が同意しました。彼女のこの行動の背景には、無力な王女として神宮に閉じ込められることへの恐れがありました。一方で彼女の決意はジェンチンユンへの思いにも裏打ちされており、彼と共にいる未来を切り開こうとする姿が印象的です。一方、ニーユエンジョーはレン・ルーイーを寧宅に残しつつも雑用を押し付けます。この二人の関係は次第に波乱を含み、レン・ルーイーがニーユエンジョーに対し反発しつつも、時に彼を困らせる場面が続きます。そんな中、かつて婚約していたハイハイ女官が現れたことで新たな展開が生まれます。レン・ルーイーはハイ女官の来訪を知り、わざと親密な態度を見せつけ、ハイ女官は失望して去ることに。これをきっかけに、レン・ルーイーはニーユエンジョーに自分を連れ出すよう求め、彼はその願いを聞き入れます。さらに物語は陰謀の色を濃くします。ローチンちゃんとエツ先生の画策により、レン・ルーイーの暗殺が計画されますが、元禄がその情報をつかみニーユエンジョーに伝えます。3人で城を出た先で彼らは襲撃を受け、激しい戦闘が繰り広げられる中で、レン・ルーイーはローチンちゃんを討ち取り、レイロングの敵を果たします。この戦闘を通じて、レン・ルーイーの隠された能力や立場が少しずつ明らかになります。また小孫が登場し、ニーユエンジョーの知恵と能力に目をつけます。陸道道の機能を見直しつつ、国政に役立つ情報整理の重要性を説きますが、ニーユエンジョーはその任務を拒否します。物語の最後には、皇后が腹中の王子にデン・ムネを託し、ニーユエンジョーへの期待が示されます。第3話は複雑な人間関係と策略が絡み合い、登場人物たちの思惑が交錯する緊張感あふれる回でした。各キャラクターの意図や行動が新たな伏線を生む中、物語はさらに深みを増しています。下流ドラマ1年間山第4話のあらすじは以下の通りです。ルーイーは縄文でニーユエンジョーに再び向き合います。彼女が戻ってきた理由は明確でした。ローチンちゃんの命を奪ったのはレイロンの仇を討つため、長期を切ったのも恩義に報いるためでした。その一方で、ルーイーは暗黒の事情に通じている自分を使節団に加えるよう提案し、ピエツ先生の正体を突き止めたいと申し出ます。しかしニーユエンジョーはこれを断り、それぞれの道を歩むことを選びます。一方、陸道道では天道地記の小昇級が帰還し、ニーユエンジョーは使節団を率いて暗黒へ出発します。暗黒では皇帝が勝利を収め、華やかな凱旋を果たしますが、朝廷内では李周期と李珍行の権力争いが静かに続いていました。皇帝の側近として初期妃がリートングアンを推挙する一方で、その出自をめぐる疑惑も深まります。ニーユエンジョーハエツ先生を追うため、ルーイーをも利用します。一方、ルーイーは知恵と勇気を駆使してエツ先生を罠に追い込みます。その背後にある陸道道と総部の腐敗が明かされ、さらに謎が深まる展開となります。最終的にニーユエンジョーと元禄が駆けつけ、ルーイーと共闘して戦いを終わらせました。このエピソードではルーイーとニーユエンジョーの関係が新たな段階へと進みました。また暗黒の権力争いや陸道道の闇が複雑に絡み合い、今後の展開に期待が高まります。初期一人トングアンの密会、そしてそれを目撃したルリがどのような伏線として作用するのかも見逃せません。次回、さらなる真実が明かされることを期待しています。
下流ドラマ1年換算第5話のあらすじは以下の通りです。第5話では複雑に絡み合う人間関係と登場人物たちの秘めた思惑が浮き彫りになりました。この回では特に過去の修行や葛藤、愛情、そして復讐心といった感情が巧みに書かれています。リー・トングアンが幕府で一人師匠である連心との修行の日々を振り返る場面は彼の成長と未熟さが同時に映し出されます。武術の鍛錬を通じて身につけたものは技術だけでなく他者を許す強さも含まれていました。彼がルリを殺さずに済んだのはまさにその証と言えるでしょう。さらに機転を利かせてルリを侍女として偽装し彼女を守った行動には正義感と人間性が垣間見えます。しかし葉月人の関係においては身分差を理由に本音を語る場面が切なく二人の間の距離を感じさせました。一方任由炎上はルーイーとの合流を果たします。ルーイーの魅力はその外見の弱さと内面の強さのギャップにあります。ルーイーが UC さんの軽薄さを武力で制圧した場面では彼女の真の強さが際立ち人々からの評価が変化する様子が書かれました。さらに任由炎上がルーイーをヤンインに紹介し彼女を暗黒ジムの指導役に任命するという展開は物語の軸となる新たな展開を予感させます。ルーイーの指導によりヤンインは自立を促される一方で親族からの裏切りという試練に直面しました。このエピソードでは彼女がどのように立ち向かい成長していくのかが期待されます。また小説皇后の忠告がルーイーの心に刻まれておりそれが任由炎上への特別な感情へとつながる流れが丁寧に書かれています。クライマックスではルーイーが任由炎上に小説皇后との友情や真相を打ち明け二人の間に深い信頼関係が築かれていく様子が印象的です。激毒に侵されながらもルーイーの計画に同意する任由炎上の姿には彼の決意と覚悟がにじんでいました。この夜登場人物それぞれが感情を胸に秘めながらも未来への布石を打ちました。物語の核心に迫る伏線が多く含まれており今後の展開からますます目が離せません。愛と復讐、権力をめぐる嵐がいよいよ本格化する兆しを見せた回でした。下流ドラマ1年換算第6話のあらすじは以下の通りです。第6話ではレン・ルーイーが複雑な局面を迎えながらも自らの信念を守り抜く姿が書かれています。逃げ出したヤンインを連れ戻し名工を使って眠らせたルーイーの行動はうまさと危険をはらんでいました。一方彼女が任由炎上を同心長で操ろうと試みる場面では彼の驚異的な抵抗力が光ります。 UC さんの助けを借りて窮地を脱した任由炎上は内力を駆使して同心長を排除し危機を乗り越えました。この一連のやり取りは登場人物たちの個性や信念が交差する緊張感あるシーンです。任由炎上は使節団のずさんな準備に問題を感じ対策を徹底しました。巡回体制の強化や食事の管理など細やかな手配は彼の冷静さとリーダーシップを際立たせます。しかしルーイーが単独で予習へ向かったことで新たな展開が生まれます。彼女は玉楼の追跡とレイロンの仇討ちという目的を抱えながらも自らの行動がチーム全体に及ぼす影響を考慮する必要に迫られました。その後ルーイーを追いかけた任由炎上は彼女の真意を理解します。ルーイーがチームを裏切る意思はなく彼女の執念深い行動の裏には深い悲しみと使命感があることが明らかになります。彼の誠実な説得と謝罪はルーイーの心を動かし彼女の思いに寄り添う姿勢を見せました。キスシーンを通じて2人の距離感が変化する描写には緊張と甘さが絶妙に織り交ぜられています。またヤンインとのやり取りでは任由炎上が彼女に現実を直視させる場面が印象的です。彼は彼女の背景や目標に寄り添いながらも使節団の目的を明確に伝えました。これによりヤンインは自身の誤りを認識し
前進する決意を新たにします。一方、彼女への刑罰をめぐる任意援助とルーイーの対応は、双方の信頼関係や価値観を深掘りする要素として書かれています。本話では登場人物それぞれが抱える葛藤や使命感が巧みに書かれており、ストーリーの厚みが増しています。特にルーイーと任意援助の関係性が新たな段階に進んだことで、今後の展開に対する期待が高まります。下流ドラマ1年間残第7話のあらすじは以下の通りです。第7話では複雑な人間関係と緊迫した状況が書かれ、物語は大きな転機を迎えました。任意援助は丹陽王の側近である。周権将軍が密かに使節団を妨害しようとしていることを知り、迅速に行動を開始します。彼は孫蘭に先行させ、隠れた客山を探させるとともに、周囲の情報をもとに対応策を準備させました。周権の性格を熟知していた任意援助は彼の策略を打破するための知略を練ります。また使節団内ではルーイーの発言が波紋を呼びます。彼女は後継者を得るために子を産みたいと語り、その欲望が護衛たちの心を揺さぶります。戦将はルーイーの高い士と武術の腕前を警戒しつつも、彼女の意図を抑えきれない護衛たちの熱烈な行母の気持ちに困惑します。任意援助はこの事態を重く見て、ルーイーに謝罪し、彼女の安全を守るためヤンインと同室で過ごすように頼みます。周権の妨害に対抗するため、ルーイーは周権を直接排除することを提案しますが、任意援助は彼女の力が回復していないことを考慮し、知略を駆使して対応する決断を下します。彼は UC さんに周到な調査をさせ、周権が富山関で待ち伏せを計画していることを突き止めました。そして彼の立てた計画に従って、ルーイーはヤンインに護身術を教え、2人の信頼関係が深まっていきます。任意援助は丹陽王の書簡を偽造し、勅命を名目に周権に近づきます。彼が提案した大胆な計画は、偽の使節団を送り込んで混乱を引き起こし、本物の使節団を無事に通過させるというもので、周権はその策略に見事に引っかかり、使節団の進行を許可します。この策略の成功は任意援助の知恵と冷静な判断によるものです。一方、皇后の荘園は周権の妨害行為に激怒し、丹陽王を問い詰めます。丹陽王はその行動に関与していないと否定しますが、荘園は行為への野心をあらわにし、個人的な感情を超えた強い願望を語ります。これにより物語の背後にある権力闘争が一層明らかになります。任意援助とルーイーの関係は依然として微妙であり、二人は互いの立場を理解し合っています。任意援助はルーイーが自分にとって大きな誘惑であることを認めながらも、任務を終えた後にはそれぞれの人生を歩むべきだと考えています。一方、ルーイーは任意援助と彼の仲間たちとの友情を羨ましく思い、未来への不安と希望を抱きながら、自らの運命をどう受け入れるべきかを考えます。このように物語は新たな試練に向けて進んでおり、任意援助は孫蘭に命じて周州へ向かうことを決断します。周権がその策略に気づき、追撃を開始する中で、彼らの行く手にはさらなる困難が待ち受けています。次回の展開にも目が離せません。下流ドラマ1年間残第8話のあらすじは以下の通りです。第8話は緊迫感に満ちた展開が続き、登場人物たちの勇気と知恵が光る回でした。第8話では周権の追撃を受けながらも、ルーイーたちは次々と困難を乗り越えていきます。物語は周権の軍勢が迫る中で、使節団がわずか1時間の猶予しかないことが判明するところから始まります。この時間をどう使うかが鍵となり、ルーイーは元禄から雷火弾を借り、山道を爆破して30分の逃走時間を確保することに成功します。緻密な計算と即断力が光るシーンでした。次に任意援助は
周建の軍を険しい地形である天聖峡に誘い込み、地形を生かした戦術で敵の追撃を阻止しようとします。この作戦には勇敢なヤンインの協力もあり、彼女は単独での撤退を拒否し、仲間と共に戦いに臨む決意を見せます。この強い意志が後の戦闘を左右することになります。また戦闘の中で重要な役割を果たすのはチェンチャオとユーシーさんです。チェンチャオは特製の薬剤を水源に混入し、敵軍の戦力を疲弊させ、ユーシーさんは分岐点に待ち伏せを仕掛け、周建の先鋒部隊を撃退します。これらの巧妙な戦術が彼らの味方に有利に働きます。しかし周建は諦めず、執拗に追撃を続けます。彼が仕掛ける攻撃に対し、ルーイーたちは煙幕と雷火弾で応戦し、激しい乱戦が繰り広げられます。戦いの中、ヤンインの行方がわからなくなり、命の危機に陥りますが、徒長瓜の身を挺した救出劇が書かれ、彼女は命拾いをします。その後、ニンユエンジョウとルーイーは連携し、周建を捕らえることで勝利を収めます。この戦いでの勝利は、数では劣る状況を逆転する奇跡のようなものです。特にルーイーが周建に接近し降伏を強要するシーンは、知恵と勇気を駆使した戦術の見せ場となりました。戦いが終わり、元禄が体力の限界で倒れ治療が必要となる中、ルーイーは彼の健康状態を知り、心の中で複雑な思いを抱えます。またヤンインが初めて経験する戦闘の残酷さに心を痛める任由炎上の思いが、彼女を支えようとする優しさとして書かれています。その後、ヤンインは自衛能力を高めるためにルーイーから武術を習うことを決意します。そして元禄の治療に必要な銀冠蛇の肝を手に入れるため、ルーイーとユーシーさんは危険な旅に出発します。この冒険の中で2人は共に過ごす時間が増え、心の距離も縮まっていきます。次第に任由炎上とルーイーの間に芽生える静かな愛情が書かれ、視聴者は2人の関係の進展に注目することになるでしょう。しかし物語は一筋縄ではいかず、任由炎上が体内の毒による苦しみに襲われ、ルーイーの助けを借りながらその命を救おうとするシーンで、第8話は幕を閉じます。このシーンは2人の絆の深さを象徴する重要な瞬間となっています。一年換算の第8話は、登場人物たちの成長や戦闘の緊張感、そして新たに芽生えた愛情が絡み合う見応えのあるエピソードでした。下流ドラマ一年換算第9話のあらすじは以下の通りです。第9話では物語が新たな波乱を迎えます。暗黒既得源で巻き起こる新たな展開が登場人物たちの運命をさらに絡み合わせます。新任のデーデー指揮機は主イエイミギ氏キャリンに厳しい命令を下します。彼はバイシュエに対する深い恨みを抱いており、全ての女主イエイに偏見を持っています。キャリンには7日以内に使い団の疑惑を解明するよう命じます。この命令を受けたキャリンは部下からの報告や証拠をもとに調査を進めますが、ルーイーの関与を疑いながらも、連心の死を目の当たりにした彼女はルーイーが善差しであることを信じたくない気持ちが芽生えます。物語の中でキャリンは別三ニャンと玉郎の死がルーイーと無関係ではないと確信し、調査を進めます。彼女は不良人と越三ニャンの関係を密かに調査する一方で、五穀使い団の素性を探るため別動隊を編成します。このような動きが物語をさらに複雑にしていきます。また大王子が初騎士とリートングアンとの関係に気づき、密かに調査を始める場面も書かれます。初騎士は安定が名の初騎をリートングアンにめとらせようとしていることに不満を抱きますが、リートングアンは突然の死魂に戸惑いながらも地位を固める好機だと捉えます。この人物間の微妙な力関係が後の展開に大きな影響を与えることは間違いありません。領衆客さんでは
勝利を祝うにぎやかなかがり火晩会が開かれ、登場人物たちの一面が垣間見えます。 UC さんがみんなの要請に応じて踊り、ルーイーも誘って息の合ったパフォーマンスを披露しますが、これがニーユエンジョーの心を揺さぶります。元禄は体調が悪い中でも参加し、ルーイーの助けを借りて楽しい時間を過ごします。一方、元禄はニーユエンジョーに対し、ルーイーへの真心を持てば心が解けるだろうと助言します。このアドバイスに従い、ルーイーはニーユエンジョーとの関係を深めるため踊りに誘い、さらにはせんべいを焼いて彼に送る場面が書かれます。ニーユエンジョーは UC さんに彼女の行動を監視するよう命じますが、これは何か新たな動きの予兆と言えるでしょう。さらに、ヤンインは難民の子供たちの苦しみに心を痛め、ニーユエンジョーに救済を求めますが、表向きは拒否しつつも部下に玉符を持たせて知見に助けを求めさせるなど、彼の意図が少しずつ見えてきます。ルーイーとニーユエンジョーの関係は物語の中で重要な軸となっており、二人の心境の変化が今後どのように展開するのか注目です。夜道での会話を通じて彼らは共に暗黒で小説工房の事件を解決するという目標を共有し、真相に迫る計画を立てます。これからも二人の関係がどう進展していくのか、そして他の登場人物たちとの絡みがどのように物語を動かしていくのか、ますます目が離せません。下流ドラマ1年換算第10話のあらすじは以下の通りです。第10話は登場人物たちの複雑な心情と裏で動く陰謀が絡み合う展開が続きます。物語はニーユエンジョーのルーイーに対する気遣いと愛情、そして彼女の抱える秘密に焦点を当てており、視聴者を引き込んで離しません。夜が訪れ、ニーユエンジョーはルーイーを気にかけていました。彼はルーイーを罰したシエ氏の要望を尋ね、その人物像を天印刀で刻もうとします。しかし彼の未熟な刀法の結果、出来上がったのは可愛らしい子猫の木彫り。これはルーイーに対する違った形の仕返しだと気づき、ニーユエンジョーの心情が伝わります。この一幕は彼がルーイーをどれほど大切に思っているかを示唆しています。その後、ルーイーはその子猫を見つめる中で心に暖流が湧き上がり、ニーユエンジョーへの思いが芽生え始めます。一方、ルーイーは巧妙に偽装しシュイエイと接触を図ります。彼女が残した秘密の記号は公衆を呼び寄せ、彼女は自らが怪我を負った後二五国使節団に潜入したと嘘をつきます。しかしこの動きは戦勝に見られ、彼はルーイーがシュイエイの一員であることを確信します。公衆はルーイーが実は諸国の不良人であることを明かし、その後の処理について本部が玉光部分を派遣することを告げます。この告白はルーイーの心に大きな疑念を抱かせることになります。ニーユエンジョーが彼女の痕跡を消し、不良人の痕跡を残したのは全て彼の仕業ではないかと疑い始めます。さらに UC さんはニーユエンジョーのルーイーへの思いを試す場面が書かれます。ニーユエンジョーはルーイーは初めて自分が守られるべきだと感じた女性であり、彼女との日々は安堵をもたらしたが、彼女の秘密に対して不安を感じていると告白します。国や家族への恨みを抱える彼は恋愛に対して余裕がなく、二人の関係が刀剣の交差によって終わることを避けたいという願いが伝わります。ルーイーはニーユエンジョーと UC さんの会話を偶然聞いてしまい、複雑な気持ちを抱きますが、最終的には再びニーユエンジョーを信じることを決意します。彼女の心の中でニーユエンジョーへの信頼が深まっていく様子が書かれます。その一方で、投資機は満足できる情報を得られなかったキャリンを巡回警備に派遣し、ハツキは彼を助けるために勇敢に立ち向かいます。安定はハツキに好感を持ち、長慶公との結婚を命じますが、ハツキは屈辱に感じている様子を見せます。ハツキの心情の変化が物語に新たな緊張感を生み出します。使節団は国境に到着し、
任意援助は慎重に二手に分かれて行動します。ルーイーとヤンインは居城フガに向かう途中、シント席の嫌がらせに遭遇します。彼の傲慢な態度にみんなが怒りを覚えますが、ルーイーの説得で我慢を選ぶことに。しかしシント席の軽蔑の態度は収まらず、ヤンインが小説皇后の威厳を傷つけるような発言をしてしまいます。ルーイーは怒りを抑えきれず、ヤンインを殴ってしまう場面も。自分の過ちを埋め合わせるため、ルーイーは彼女の好きな飴細工のウサギを買いに出かけます。しかし駅間に戻ると、ルーイーが守衛のスパイだと決めつけられ、戦勝と損乱によって攻撃される事態に。最終的に UC さんの忠告を無視して手を出してしまった彼らの行動により、ルーイーは重傷を負ってしまいます。この急展開は物語の緊迫感をさらに高め、次回への期待を膨らませます。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。